みんなはハロウィンパーティーはもうしたかな。まだじゃないの？そうかな。でもお友達ではハロウィンパーティーの計画とか立ててる人もいるよ。あ、そうなんだ。うん。だからあ、いいよいいよ。どうぞどうぞ。ガンナちゃんたちはたまりこんパーティー。今日はみんな服装を変えました。ねえ。ガンナちゃんは魔女ウィッチ。アクションも魔女じゃない？クモの巣とかがついてる素敵な柄だね。たまりコーンを開けてたまりコーン積み餃子をやってみよう。裏にお面がついてます。これはねパパがスーパーで見つけて、3種類あったからちょうどね3人でよかったからね買ってきました。ごめんなさい聞いていません。ちこっちお菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。お菓子があった。ちょっと待ってちょっと何味？ですあきちゃんのはかのちゃんのはパンプキンバター。お面を切っていこう。いやいやこのねお面をつけて変になった目のところどうするの？お面作りに必死です。みんなカッターで切った方がいいかもね。皆さんはカッターを使ってください。カンナウィッチからのお願いだ。こんな感じになってるんですけど切り抜きが難しいよね。やっとできたよ。できた？できない。いいよいいよパパがするから。早いな。じゃじゃーん。できた。あちゃぴーもうそろそろお菓子食べるよ。イエーイできた。パパ。おーかわいい。ちょうどいいね。子供サイズなのかな。できた。変身。正義の味方カンナウィッチ参上。どう？かっこ悪い。なんか寄ってるよね。よし、じゃあ準備整いましたね皆さん。開けてみよう。イエーイ。まず味見してみましょう。これすごい。食べよう。食べてみよう。うまい。パンプキン。みんなの味を交換しよう。たまりコーンパーティーです。パパのってさ。パンプキン。パパいい。薄塩だったよね。これは。普通の味ですね。普通のとんがりこ。パンプキンちょうだい。かんちゃんもらったパパの。美味しい。パンプキン。すごいおやつって感じがする。確かにちょっと。爪痕見てるぞ。じゃあ。していた。たまりコーンつぶつぶパーティー。ここに自分のとんがりコーンを置いてください。これね、なるだけまっすぐなやつを選んだ方がいいと思います。曲がってるじゃん。じゃあパパ。ちょっと待って、ちょっと待って、違うやつに変えます、変えます。はい、じゃあ2個目いきます。2個目。お、意外と簡単。ちょっと朝日。ごめん。何やってんの。イエーイ、パパの勝ち。なんで。アウト。じゃあパパとカンナで勝負。頑張れカンちゃん。詰める順。詰めるのが。一つ置くところから。はい、2回戦いきますよ。はーい、また勝つぞー。両手でもいいよ、両手。これだ。これが普通足。おお、立った。じゃあパパとカンちゃんの勝負です。いいとんがりコーンだけが選ばれる。前に持ってるでしょ。よし、新記録、ここから。意外に難しいんだね。すごい真剣になっちゃうよ。こんなくしゃくしゃになってるやつはもう食べちゃっていいからね。曲がってるけど味は美味しいってもいいよ。5個目。キュッて押してもいいよ。無理だ。じゃあ何個いくかやってみる？1個目。よし。これが勝負だ。あ、今本当にやめて。1、2、3、4、5、6個です今。おお、すげえ。もう1回。新記録狙っておりますパパさん。かなちゃんだって。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。もう7も来た。これやめだ。7個目がいけないんだよ、大体。ああ、倒れちゃった。両手使っていいよ、両手。おい。ふさわしくない。これは？これ、こうやって見ると、とんがりコーンってあんまりふさわしいのがない。ね、まっすぐなのがないね。ことが分かった。ああ。やめて、あきちゃん。やばい。パパの足を引っ張っている。すごくない？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 個。イエーイ。ほら。ああ。11個。ちょっとやめて。こうだな。君はふさわしくない。もう画面に入りきれてない。もうダメだ。ああ。10、11個。下持ってもいいかも。ダメだよ。はなさんどうでした？その時がなんかハラハラドキドキしたゲームされた。とっても美味しい。うん。バランスがね意外に難しい。これバランス悪いよ。ぐにゃん。あきちゃん今日どうだった？なんかとんがりコーンってこういうゲームするときに意外となんかぺちゃんこになって少しもこういうところ投げて間が空いてるところがあまりないっていうことが分かってよかったよ。聞いてたでしょうね。裏についてる、マスクは、子供用だね。これは大人にはちょっとちっちゃいかもしれないですね。今日はとんがりコーンのハロウィンバージョンで食べて遊んでみました。皆さんも良いハロウィンをお過ごしください。それではまた。バイバーイ。冷た冷たパパ。おお結構こうはめてみる？見えた？はい、チーズ。バイバーイ。